ナンバー・アイの結成1ヶ月。祝福殺到。金プリ最新シングル数字加工。2024年はシビア。熱狂的なファンサポートで注目。10月15日にもキー n g ン p スの平野市二26、神宮寺ゆうた26、岸ゆうた28がングループンジュームバー・アイの結成を発表してから、早くも1ヶ月が経過した。 結成1ヶ月記念日の11月15日は、3人が表紙と裏表紙を飾る、ナイロンジャパングローブルイシュー04の発売日でもあったため、X、ツイッターは、ヌームバー・ I 結成1ヶ月、世界初ヌームバー・ I がトレンド入りを果たすなど、非常に盛り上がりを見せた。 おはよう15日はありがとうを伝える日。あのニュームバーライが結成されて一個月になるんですね、毎日が。 楽しくて幸せで、感謝ぬう、むばあい、結成、1ヶ月ニロンジャパン発売日ダブルでおめでとうございます。これからも輝き続ける3人をずっと応援してます。岸くんも、加わるって信じていた私はの生配信を見た後、結成日の入った会員賞をもらって嬉しい涙を流したことをずっと忘れないと思う願い叶えて、くれてありがとう。3人の夢を応援してるよ。 といった熱い声援が X に多数寄せられている。結成1周年ならともかく1ヶ月でここまで祝福されるグループもなかなかいないですよね。平野さん、神宮寺さん、岸さん。3人の圧倒的な人気、カリスマ性が伺える一方で気になってくるのが翌年以降の元キンプリメンバーとの競合です。どうしても両者が比較されるのは避けられないところがありますよね。 女性編集者、5月22日、平野、神宮寺、騎士の3人は、金プリを脱退し、旧ジャニーズ事務所、現、スマイルアップ、からも退所騎士の3月末退場。年長者の3人組が去り、金プリは長瀬恋、24、高橋海斗、24の2人体制として再スタートを切った。 四角金プリの最新シングルは売り上げ枚数が減少。金プリは新体制後も音楽活動に積極的で、8月27日から12月10日にかけて7都市24公演のアリーナツアー、ピースを開催しているほか、11月8日には2人体制になってから2作目、グループ通算14作目となるシングル、愛しきること、マジックワードを発売。 初週34.8万枚を売り上げ、オリコン、史上初となるデビューシングルから14作連続初週売り上げ30万枚超えを記録している。愛し生きることマジックワードは、直前の 13th シングル、何者の,の初週売り上げ54.4万枚、オリコン、調べに比べて大きく数字を落としたが、 これは、何者、が、新体制後初のシングルということで大きく注目されていたことも影響しているだろう。新体制のキンプリが頑張っている一方で、ヌームはア愛も来年以降、本格的にアーティスト活動をスタートさせ、再デビューすると言われています。 ナイロンのインタビューでは、平野さんがパフォーマンス力を上げるモール練習をしていることや、ジングルジさんが楽曲制作をいろいろと研究中であることなど、再デビューは遠くないと思わせる発言もありました。前での女性編集者。 ヌームバー、アイの3人、特に平野は事務所や残留メンバーとの方向性の違いから金プリからの脱退を選ぶことになったが、メンバーとの関係性は最後まで良好のまま。7月26日放送のトキコ×では5人時代のグループラインがまだ残っていることも高橋と長瀬が明かしている。 二人のファンもそうですし、仕様とか、神、神宮寺とか騎士さんのファンの方々も応援してくださっている、長瀬7月3日中日、スポーツより。と、金プリの二人が脱退したメンバーの名前に触れることも珍しくない。視覚アーティストとアイドル、大きく方向性は異なるが、 平野さん騎士さん神宮寺さんの脱退枠中の決断だったことを当初から感じさせていたし金プリとして5人最後のステージだった5月20日の生放送番組ベヌー 101NHK では平野さんが涙がこらえきれず途中で歌えなくなりかける姿も見せていたグループの目指している方向性も アーキスト路線とアイドル路線で違うと考えられるし、比較されることを両者は望んではいないでしょうね。前での女性編集者、平野は金プリ時代から一番や月読みなどで本格的なッホップダンスをしていたが、先のナイロンでも楽曲におけるダンスの重要性を熱弁している。 YouTube の実験動画が好きという話から発展して無重力で踊りたいという意欲的なコメントまで飛び出していた。ナイロンでは神宮寺さんとキシさんも海外進出を狙ったコンサートをやりたいといった話をしていましたね。基本的に国内のファンのためにアイドルとして頑張るキンプリと海外進出を視野にアーティスト志向の強いグループとして歩み出しそうなニュームバーアイ、イ 両者の方向性は違いますが、3対二2に分かれて、同じエンターテインメントの場で活動する以上、どうしても比較されてしまうところはあり、それはやはり避けられないでしょう。ルームバー、アイが本格始動する2024年は、売り上げやパフォーマンスが比較されるという点で、両者にとってシビアにない1年になりそうですよね。全能。 ヌームバー・アイは、ナイロンが発売前から重版が決定したり、メンバーが SNS で何か発信するたびにトレンド入りし、関連した商品が爆売れする現象が続いている。2024年は、ヌームバー・アイとキンプリの5人にとって、どんな年になるのだろうか。四角、肩幅、たまらん筋肉。 結成1ヶ月平野市をシンガポール旅行で見せた肉体美と魚眼犬のお茶目ショット、神宮寺と訪れたシンガポール旅行。ちなみに神宮寺は、ニラン、で大旅行への意欲も覗かせていた。